Hallöchen Leute, da sind wir wieder mit einer neuen Folge Dragon Quest Infinity Stretch und wir starten gleich mit einer Cutscene. Ja, natürlich. 50% des Spiels sind solche Cutscenes. ガルダンディ剣山。海の王者、海戦記ボラホーン、参りました。陸戦記ラーハルト水産。 Okay. Die drei sind in der Drachenarmee? Fraglich. ご苦労だった。待っていたぞ。数年ぶりですね。我ら3人がバラン様のもとに集うなど。我々全員の力を欲するとは、一体いかなる事態が起こったのです？世界を燃やし尽くす日でも来たのですか？<笑>私の息子ディーノが生きていたのだ。 魔王軍に立ち向かう勇者隊、彼こそ我が息子ディーノだったのだ。ディーノ様が、なんと皮肉な巡り合わせか。私はすでにディーノに出会った。そして彼の率いるパーティーと一戦交えた。その結束力は想像以上に強く、私も若干のダメージを受けた。いや、あんまり引きに flucht geschlagen。それで このアルゴ岬に来られていたのですな。ここはドラゴンの騎士が力を回復する奇跡の泉があると言われるところ。うん、来た理由はそれだけではないがな。奥方様のことか。心得ました、バラン様。要はディーノ様の奪還にお力添えをすればよいのですね。そうだ、息子には厄介な仲間たちがいる。奴らは勇者代のためなら死をも恐れん。 死を覚悟した人間どもは恐ろしい力を発揮することもある。もし勇者の仲間たちが抵抗してきたら、お前たち3人で叩き潰すのだ。その間に私は息子を奪い返す。戦の準備を整えてくる。しばし待て。ソアラよ、今度こそディーノを奪い返してくるぞ。 Das könnte interessant werden. Wir, die Chōryū-Gundan, werden. Videosequenz. バラン襲撃の後、メルルの家に移動した一行。クロコダインの目は治りそうだが、一方ダイは完全に記憶をなくし、戦うことができなくなっていた。過去を思い出させようとすると、ダイの頭は猛烈に痛み出してしまう。その様子を見たレオナは、ダイを連れて、 テラン王との謁見に向かった。そうであったか。あの凄まじい天変地異はドラゴンの騎士様が、そしてこの少年がドラゴンの騎士様の子供とは。記憶を奪われたというのは、思念波の力かもしれんな。ドラゴンの紋章から放つ意識の波といえばよいだろうか。 記憶を戻すにはどうすればよいのでしょう。それはわからぬ。我らは竜の神を祀る者、ドラゴンの騎士様の存在は知っておるが、その力の全てを知る者ではない。そうですか。では彼をかくまうのにこの城を使わせてもらえませんか。この国で一番強固な建物ですから。あくまで戦うのか、ドラゴンの騎士様と。戦います。テランの皆さんは、バラン
の攻撃を天命か何かだと思っていらっしゃるようですが、あれは人間に対する侵略です。侵略に対しては戦います。そうか、パプニカの姫の勇猛ぶりは音に聞いていたが、カナルフ、レオナ姫にできる限りの協力をして差し上げなさい。ありがとうございます、国王。来ます、すごい憎悪のエネルギーがこの国めがけて。いや、コーン、それだけじゃありません。同じようなエネルギーが他に3つ。何するんだよ、ここから出してよ。いくらなんでも牢屋に入れなくても。お嬢さん、すり込みというのを知っているかね。動物の世界にはたまにあることなのだが、卵から帰った動物が生まれて初めて目にしたものを親だと思い込んでしまうことを、そういうのだ。バランはダイを卵から帰ったばかりのような状態にしてしまった。もし今ダイをバランに合わせてしまったら、ダイは素直に奴を父親として受け入れるだろう。同じ紋章という動かぬ証拠があるゆえに。そのためにはこうするしかないのよ。かわいそうだけど、ダイ君のためだわ。南東の方角からまっすぐこのテランに向かってきている。これがバラン以外の3つのエネルギーの正体。もしやこやつらが竜騎衆、バラン配下の最強のドラゴンライダーたち。こいつらがドラゴンを操った時の力は魔王軍の軍団長に匹敵すると言われていた。しのぎきれんかもしれん。俺たちの力では、せめてヒュンケルがいれば。こりゃもう打つ手なしだぜ。悪いけどよ、俺は無駄死にはごめんだ。一足先にトンズラさせてもらうから、あとは適当にやってくれや。なんですって、突然何を言い出すのよ。とっとと逃げるって言ったのさ。敵がそんなにすげんじゃ抵抗するだけ無駄だぜ。バカらしくてやってられっかよ。ポップ、お前自分が何を言ってるのか分かっているのか。分かってねえのはあんたらだよ。肝心の台はこの調子、味方はボロボロ、敵は最強の軍団と来たもんだ。この上で一戦交えようなんざ正気の沙汰じゃねえよ。たとえ勝ち目なくとも、仲間のために命を懸けて戦うのがお前たちアバンの人の心情ではなかったのか。そうよ、あなたダイ君の親友なんでしょ。こんなダイ君を放って逃げようなんて本気で言ってる。心配いらねえよ、どうせこいつは人間じゃねえ、奴らの仲間なんだ。ポップ、ポップ、何のですよ。いいんじゃねえの、大事にしてもらえるぜ。いいわ、どこへでも消えなさい。あなたのような人の力は借りません。そりゃどうも。ありがとうよ、ポップさん。待て、ポップ。追ってはなりません、クロコダイン。あなたには何としてもこの場を守ってもらわねば。しかし、私ずっと憧れてたわ、アバンの人に。アバン先生が生きてらっしゃったら、ぜひいろいろ教わりたいと思ってた。彼もアバンの使徒なんだから、きっと最後まで頑張ってくれると思ってたのに、あんな自分勝手な人だったなんて。お前の勇気はどこに失せてしまったんだ、ポップ。ポップさん。メルル、嘘だったんですか。ダイさんがたとえモンスターでも俺の仲間だって言ったのは、あの言葉もあの時流した涙も全部。私嫌いです、あなたのこと嫌いになりました。そういや昔マームにもぶん殴られて嫌われちまったことがあったな。だけどよ、今度はあの時とは違うぜ。俺一人で行くって言っても
みんな止めただろ。だからああいうしかなかったんだ。すまない。みんなは大を守ってくれ。奴らは差し違えても俺が食い止める。たとえ勝てなくても一人でもいいから人数減らしをしてやるさ。ダギヒト、だからあとは頼んだぜ。Ich sag doch, er zieht sein eigenes Ding durch. Ah, das heißt jetzt, ich muss mit Pop alleine spielen, oder? Oh nee, bloß nicht. Mit dem komme ich ja gar nicht klar. Na gut, noch besser als mit Mam, aber...来たのかと思えば、見るから貧相なガキが一匹か。ガルダンディ、侮るな。そいつは見かけによらず強力な呪文を使うぞ。ベタン！つぶれろ！つぶれしまってくれ！拾い上げてくれたな。助かったぜ、ルード。クソ、一匹上空に逃れてやがったのか。ひよわなドラゴンどもめが、だらしない。たった一人で足止めに来るとは、見上げた度胸だな。バラン様、この場は我々にお任せを。すぐさま後を追いますゆえ、一刻も早くディーノ様のもとへ。Ihr wollt mich doch jetzt verarschen, wenn ihr sagt, ich muss jetzt alleine gegen die drei mit Pop ran, oder? Was sind denn Possen? Klingt merkwürdig, das Wort. Irgendjemand kommt ihm doch zur Hilfe. Na, wer hilft ihm? お前さん方がいらないのなら、このおもちゃは俺がもらっておくぜ。おらぞ。せっかくの人間の獲物なんだ。じわじわとむごくいたぶり殺さなきゃつまらんぜ。つめえ、こいつら殺される。確実に。冗談じゃねえ。同じ死ぬなら一発でも二発でもこいつらにダメージ与えて死ななきゃ、何のために死ぬんだかわからねえじゃねえか。あらら、もう死んじゃうの坊や。苦しい、もうダメだ。頼むから人思いに頭でも噛み砕いて殺してくれ。根性なしめ。まあいいや、望み通りにしてやるぜ。ベキラマ！バカな、信じられん。ガルダンディ自慢のスカイドラゴンをあんなガキが。だが、この抵抗の代償は高くつく。これで奴らのドラゴンは全部倒した。勝負はこれからだ。ルード！こんな、こん
なバカだ。お前がやられちまうなんて。Du hättest gedacht, der kriegt jetzt voll den Wutanfall, weil das er jetzt anfängt zu heulen? Das kam jetzt surprising. Okay. Wirklich mit Pop alleine. Ach du Scheiße. Oh, bitte nur einen. Ja, gut. Nur den Vogel. Schon wieder 15 Minuten vom Part um, ey. Spezialangriff, da haben wir nur Zisch, ne? Hm. Naja, dann hoffen wir mal, dass wir das jetzt geschissen kriegen hier, ne? Ah, ich hab ihn noch getroffen. Fies, so mitten im Kampf. Junke? 大丈夫か、ポップ。一応礼だけは言っとくぜ、ヒュンケル。ポップ、随分と実力に見合わぬ無茶をやったものだな。お前一人で敵を食い止めようなどとは。やりたくて一人でやったんじゃねえよ。ダイが記憶を消されちまったんだ。親父のバランによ。バランはどうした？先にダイのところへ行かれちまった。そうか。ならばこんな雑魚どもに構っている暇はないな。なんだと？野郎舐めやがって。元魔王軍の不識団長だかなんだか知らねえが、たかが人間じゃねえか。なあ、そっちでポーグロッペン。てめえもそのガキと同じように切り刻んでやるぜ。ポップ、こいつは貴様にくれてやる。やられた恨みを存分に晴らすんだな。こわ、てめえ。本当に俺を舐めてるのか？そんなボロボロのガキが俺と戦えるわけねえだろうが。貴様は絶対にこいつに勝てん。もし万が一勝てたら俺が相手をしてやろう。信じられねえバカだぜこいつ。てめえで助けた仲間をわざわざ殺させるんだ。いいだろう、今度こ
こそ確実にぶっ殺してやる。Versuchsvogel。そして次はてめえだからな。俺の魔法力よ、持ってくれ。今度こそ確実にぶっ殺してやる。そして次はてめえだからな。Whoa! Okay. Na, müssen wir den wohl noch mal von vorne machen.Ja, jetzt hänge ich hier fest. Hoffentlich treffen wir jetzt damit.So. Diesmal sollten wir ihn geknackt haben. Lernt er jetzt einen neuen Zauber? So einen richtigen Mega-Flair oder so?スクライドを受けた以上、ただでは済まん。俺の残りの魔法力、全部てめえにくれてやら。よっ。ガルダンディ。え、ヘンション。やったぜ。だけどよ。もう魔法力が空っぽだ。お前にしてはよくやった。心配せずに、あとはゆっくり休んでいろ。心配なんざしてねえよ。おめえは性格は悪いけど、強さだけはピカイチだからな。じゃあ、ポイント、遠慮なく休ませてもらう。本当によくやったぞ、ポップ。おのれ、
よくもガルダンディよ。ただでは済まさんぞ。ただでは済まさんだと。そうよ。今度はこのボラホーン様が。ほっ。Hat er ihm gerade einen Zahn ausgeschlagen? Sein Schützling? Meint er jetzt Pop oder was? Okay, da sind wieder ein paar Level-Ups bei. Schön. Er kriegt jetzt nochmal seinen Verteidigungsboost. Das ist natürlich gut. So, da kriegen wir jetzt das Ding. Was auch immer es bringt, das werden wir uns gleich mal angucken. Und er hat jetzt Peng gelernt. Okay. Angriff plus 6, Spezialfähigkeit schon plus 2%. War gut. Das war's dann jetzt aber auch schon wieder mit der Folge und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Däumchen wären Träumchen und ja. Tschaußen mit Fausen, ihr Kunstbanausen, ich bin raus, ne?